クロストリジウム属は最近の一族である。変成嫌気性で画法を形成するグラム陽性の肝菌である。この属名はギリシャ語のクラースから派生したクラーストリティアンから来ており、ラテン語化するとクラーストリティアムとなる。クロストリジウム属の菌は土壌内部や生物の腸内などの酸素濃度が低い環境に生息する変成嫌気性菌であり、 酸素存在下では増殖できない。一般に、変性嫌気性菌は、スーパーオキシドディスムターゼや、カタラーゼなどの活性酸素を無毒化する酵素を持たない、ため、酸素がある。通常の環境下では不活化するが、クロストリジウム属細菌は、酸素存在下で、耐久性の高い画法を作って休眠することで、死滅を免れることができる。 この性質から他の変性嫌気性菌が生き残れない状態でも生き残るため、弁性研究性菌の中では比較的古くからその存在が発見され、研究が進められてきた。ハイム・ワイツマンによる1919 19年の特許により、デンプンから発酵によって工業的な規模でのアセトンブタノール生産が可能になったが、この発酵に用いられたのもクロストリジウム属細菌であり、 第一次世界大戦中は燃料や火薬の原材料として破剤したトウモロコシからアセトンを生産していた。この発酵生産法は化学合成法が発達する1950年代までアセトンやブタノールの主な生産法であった。206種と5亜種が知られている。次のクロストリジウム属5種は人に対する病原性を有する。このほか、 C ノーブジェイや C セプテカムなどのガスエソ菌群は傷口に感染して重篤なガスエソを起こす。ガスエソが発生した際に外科的な切除、抗菌薬の投与に加えてクロストリジウム属が変性研究性であることを利用して抗気圧酸素治療が試みられることもある。クロストリジウム属菌は癌細胞を選択的に攻撃することが知られており、また いくつかの菌種は充実性腫瘍へ入り込んで増殖することができる。このため、非病原性のクロストリジウム属菌は腫瘍へと治療用タンパク質の運搬に利用できる可能性があり、実用化に向けた研究が進められている。病原性クロストリジウム属菌は近年、医療分野においてその弁性研究成菌としての能力を利用した癌治療への応用が期待されている。 また、によって、自閉症を持つ小児の尿より本属が作り出す、物質ス酸、ヒドロキシプロパン酸が高濃度で検出される報告がなされ、カビ毒の抗神経作用が注目された。C ベイジリングキーや C ブティリカム等の混合体は、肺工部から、水素 A、バイハイドラジェンを産生する。ありがとうございます。